しい西ですね。え、どうしたですか？なんでみくりを見るですか？そんな元気ないように見えます。それじゃあみくりはナマハゲさんみたいですよ。確かに走り回っているけど、そんな風には走り回ってませんですよ。そんなに落ち込んでいるように見えますか？笑わないで聞いてもらえます？おかしくありません。真面目なお話です。日曜日に何もできなかったんです。君は学生だからそんなに問題はないかもしれませんですが、みくりは社会人なのです。いつも忙しいんですよ。土曜日もどうかすると日曜日だって出勤せねばならない時もあるのです。そうすると結局休日にやりたかったことが次の休日に持ち越しになるのです。ですがそうやって次々に翌週の休日に持ち越すとですね、大変なことになるですよ。結局できないことが渦高く積まれていくので、どこから崩していいのかわからなくなってしまい、結局やらなくなってしまうのです。教師になったばかりの頃には、休日はプライベートな時間を充実させようと真剣に思っていたのです。ですが毎日仕事に追われ、あちこち大変になっているうちに、結局日曜日は家でゴロゴロするくらいしかできなくなってしまったのです。そんな生活を2年も続けていたら、かすみちゃんに彼氏ができてしまったですよ。おほほ。くりは恐ろしいことに気がついたのです。みくりはとても時間のやりくりが下手くそなのです。皆さん日曜日にはデートの1つや2つしているものです。そうなんですよ。なのにみくりはこのままじゃ彼氏もできないまま朽ち果てていってしまいそうです。かすみちゃんには負けないように頑張ろうと思ってましたが、いきなり負けてしまいました。みくりはかすみちゃんと違って女として魅力がないのでしょうか。やっぱり八頭身のスレンダー美人になってあちこち露出しなければならないのでしょうか。とりあえず彼氏はともかく一度デートというものをしてみたいです。デートというものはものすごく楽しいんだろうなってかすみちゃんとお電話していて思ったですよ。人とじゃないとデートはしちゃいけないんでしょうか。ですよね。でもできればみくり見学したいです。かすみちゃんとかすみちゃんの彼氏さんのデート。どんな目に遭うか分かりませんね。ですか？かすみちゃんに見つかったらアウトですよ。だから見つからないように足音を立てない。どちらかってるとかすみちゃんに見つかってしまいます。だから気をつけましょう。どうやら待ち合わせをしているようです。時も楽しいものなのですか？でも楽しそうですよ、かすみちゃん。人そうですね。紹介はまだされてないです。君は紹介されたんですか？そうですか。見ましょう。だってみくり、かすみちゃんがデートしてるところ見たいです。そんなの気にしなくていいです。みくりが払いますよ。みくりは社会人で大人なので、お財布にはお金がいっぱいです。わーい、嬉しいです。何しましょうかね。ってここものすごく高いですね。小遣い3分の1です。じゃあこの 7,000 円のコースを、それとワインを1本。こっちも負けませんよ。かすみちゃんと同じコースにしましょう。ですか？一応今デートなんですよね。ことは、みくりと君は今まさに楽しくご飯を食べているんですよね。そう思うとちょっと恥ずかしくなったです。大好きな人とか君が言うから。そうですね。もうバカなことばかり言って。大丈夫よ、あの案件はきっと大丈夫。今度の仕事が終わったら旅行に行きましょうね。かすみちゃん、幸せそうですね。違います。違いますよ、本当に。かすみちゃんが幸せならいいのです。あ、それよりそんなこと言ってるとそのステーキ食べちゃいますよ。じゃあこっちのソテーを。ちょっと、目覚まし鳴ってるわよ。起きてるの？通りがかったら目覚ましが鳴ってたから声かけてみただけ。あんたそろそろ期末なんでしょ？みくりが昨日電話かけてきて言ってたけど、あんた期末大丈夫なんでしょうね？多分って何よ。あんた期末最悪だったら小遣い引き下げって母さんが言ってたわよ。ま、せいぜい頑張ってよ。じゃあ私会社に行くから。